インド食材輸入会社の倉庫の香辛料類。香辛料は調味料の一種で植物から採取され調理の際に風味や色を出したり臭みを消したりするものの総称である。食事を美味しくしたり食欲を増進させたりする。香料として食品に添加されるものも多数ある。日本スパイス協会は食材に香り、辛み、色調を出す植物全般を 香辛料として扱い、その茎、葉、花を、ハーブ、それ以外の部位を、スパイスと呼んでいるが、世界的に統一された定義はなく、日本料理に使われる薬味も、スパイスと言える。展示され、売られる、香辛料料理に、香辛料を加えることにより、味に変化が生まれ、美味しく感じさせたり、食欲を増進させたりする効果がある。独特の臭みを持つ食材に対しては、 臭み消しとして利用される。ひき肉に対するナツメグや、魚に対する生姜などがその典型的な例である。臭みが感じられなくなるおかげで、素材の旨みが引き立つ。似たような使い方をする食材に、ハーブがある。ハーブは、生のままか乾燥させた植物の早茎といった緑色部分を利用するが、ほとんどの香辛料は、植物の実や種子、地下茎そのものや、 それらを乾燥させたもの、乾燥の後に細かくしたり粉にしたものである。大抵少量で強い効果を持つので、家庭用には10センチメートル程度の大きさの小瓶に入れられて売られていることが多い。また香辛料は匂いの強い食品や保存による腐敗臭を抑える効果がある。このため、胡椒などは大航海時代の保存食に必要な素材として珍重され、 同時に輸入や生産地の確保が公開の主要な目的の一つとなった。香辛料は一般に防腐、殺菌作用が強いと信じている人は多いが必ずしもそのような効果を持つとは言えない。その他料理に色をつける目的でも使われる。例えばパエリアで使われるサフランやカレー、たくあんに使われるターメリックなどがその典型的な例である。 香辛料の味や効能を特徴づける成分には、テルペン類、フェニルプロパノイド、アルカロイドなどがある。多様なアルカロイドのうちには、生物活性が強いものが多く、ナツメグのように使い方によっては毒物になるものもある。香辛料が料理の味に特徴を加えることから、転じて、物事にちょっとした特徴を加えて、目立つようにしたり、 気の利いたものにしたりすることをスパイスを効かせると表現することがある。インドにおいては、紀元前3000年頃からすでに黒胡椒やクローブ等の多くの香辛料が使われていた。紀元前1200年頃の古代エジプトにスリランカ産のシナモンが献上された記録が残っている。紀元前5世紀に表されたというヘロドトスの歴史には、オリエントの産品として、 金河モモンという植物産品が記されている。研究者の間では、インドもしくはマレー半島からもたらされた香辛料だと言われている。やがて、ヨーロッパに知られる香辛料の種類も増え、紀元一世紀頃には海、陸のシルクロードを経て、ヨーロッパに香辛料が流入し始めた。ローマ帝国の滅亡、イスラム勢力の勃興十字軍など、 東西交流を難しくさせる要素が重なり、中世ヨーロッパでは香辛料は大変珍奇なものとなった。貴重な香辛料をふんだんに使えることがステータスを誇示することとなり、王侯貴族の会食料理は過剰なまでに香辛料を使った料理へと発展し、香辛料が貴金属のように健常品としてやり取りされた。ヨーロッパの人々の多くは、 古くから肉や魚を多く食べていたが、内陸まで食材を運んだり陶器に備えたりするために肉や魚を長期保存する必要があった。中世においては、その食味からクローブや胡椒などには高い防腐作用があると信じられていたため、食材の保存において欠かせない防腐剤として扱われた。また、その香りが病魔を退治すると信じられており、 こうとして炊く用途も多かった。さらに、水がそれほど豊富でない地域では、体の洗浄不足と肉食が相まって体臭が問題になり、香辛料に関する大きな需要が発生した。中世には、ムスリム商人がインド洋における香辛料貿易を独占し、ルネサンス期には、ベネツヤ共和国がエジプトのマムルーク町やオスマン帝国からの輸入を独占した。 ポルトガルはベネツィアの香辛料貿易独占を打破するために希望本経由のインド航路を開拓した。クローブ、ナツメグなど一部の香辛料はインドネシアのモルッカ諸島でのみ産出した。また胡椒はインド東海岸やスマトラ島で多く生産された。このため、これらの地域と交易を行って香辛料を手に入れることが国を保つために重大な関心事となった。 すなわち、香辛料がヨーロッパの人々を世界進出に借り立てた。造船技術や天文学などの科学技術の発達によって、長期の航海が可能となった時、大航海時代の幕が開けた。ヨーロッパ人は退去して、新大陸やアジアに進出し、植民地化や現地住民に対する略奪、虐殺、強制を伴ったキリスト教への改修を実行していった。 このように当初は東側に向けて香辛料を求める進出が続いたが貿易の主導権の争いは熾烈なものとなっていったため一部の人たちは西側にも目を向けるようになった。クリストファー・コロンブスもその一人で1492年にスペインから西に出版した。結局のところ彼は香辛料の主産地であるインドやインドネシアには到達できなかったが アメリカ大陸に到達し、その存在をヨーロッパ人に知らしめた。彼の目的地はインドであったことは、当初アメリカ大陸をインドと勘違いし、そこに住む先住民をインディオと呼んだことに色濃く残っている。この故障は現在に至るまで残っている。新大陸には期待された香辛料はなかったが、新しいタイプの唐辛子やバニラはすぐにヨーロッパに受け入れられた。 17世紀に入ると、オランダがアジアに進出して、ポルトガルと争い、モルッカ諸島やスマトラ島を直接支配下に置いた。近代になると香辛料は各地で栽培されるようになり、貿易における重要性は薄れる。香辛料の使われ方も近代になるにつれて、洗練されていき、ヨーロッパでの需要は減少に向かっていった。しかし、20世紀に入ると、 アジアやラテンアメリカ各地の料理が世界的に普及し、香辛料の需要は急速に拡大している。古くは古事記中に恥かみに関する記述が見られる。これは当時の日本に知られていた香辛料類、すなわち生姜や山椒を指す総称であった。奈良の正倉院には天平商法8年、光明皇后が60種の薬物を 東大時代仏に堅納した際の目録が残されている。この目録には、白来症薬類の名が多く記載され、中には、胡椒、筆鉢、京神などの名も見られる。目録の中からもわかる通りこうした、香辛料類はまず薬品として、日本にもたらされ、種類によっては、その後長期にわたって、漢方薬の材料などに使われたのであったが、一方で、 ヨーロッパのようにこれらを料理に用い、盛んに輸入、消費していくような機運は、結局日本では生まれなかった。その背景には、日本人が肉食をほとんど行わなかったこと、また発酵調味料を積極的に利用したことなどから、香辛料への潜在的需要が本来低かったということが大きい。食物の味を引き立てることが、日本の香辛料の唯一の役割であり、 人工の香りを発し素材の香りを殺すといった自己主張はあってはならないとされたのである。とはいえ中世紀になるとより身近な地産の草な類を利用して薬味、火薬などの概念が発展し始める。江戸時代には日本料理でも薬味の使用が発達し始め、当時の料理書、素人傍聴には鯛しの香に火液はおろし大根、ネギ、海苔、唐辛子と記されている。 大根、木、そ、けし、生姜、わさびといった香辛料が特に薬味として好まれ、多用された。その他、料理書には、山椒、柚子、日記などを使った例がいくつか見られた。胡椒も、ひと時期、うどんの薬味として使われたことがあるが、唐辛子の普及により廃れた。その唐辛子はかなり普及し、日本独自のブレンド香辛料である。 七味唐辛子も登場したが、これらはいずれも風味付け程度の少量の利用にとどまった。大正時代の頃になると、カレーライスを食べさせる店などが少しずつ創業するようになり、刺激の強いカレーの味覚も少しずつ日本人の知るものとなっていった。また、カレー粉はいち早く家庭に普及したブレンド香辛料である。第二次世界大戦後は生活の洋風化が進み、 様々な香辛料の輸入量も増加の一途をたどった。高度経済成長を経て社会が豊かになると本格的な欧風料理やいわゆるエスニック料理などを広く楽しむようになり、現在では様々な香辛料類が家庭内にも常備されるようになっている。いくつかの香辛料には医薬品の作用を強くしたり、逆に作用を弱めたりするものがあることが知られている。食品の例では 納豆と工業固薬の組み合わせ。香辛料では黒胡椒、白胡椒、シナモン、メース、ナツメグなどは、シトクロム P450、またはサイプ 2C9 を阻害する成分を含むが、医学的な研究は不十分である。香辛料の独特の周期の多くは、加熱により揮発あるいは変質してしまう。したがって、多くの場合、生産から流通の各段階において、 加熱殺菌は行われない。そのため、食中毒の原因となり得る微生物が混入している場合がある。日本では認可されていないが、アメリカ合衆国、カナダ、欧州連合全加盟国、オーストラリアなどでは放射線などの食品照射処理により殺菌処理した香辛料が流通している。ありがとうございます。